田学院2015転入生オリエンテーションにご来場いただきまして誠にありがとうございます。開演に先立ちましてお客様にご案内申し上げます。場内での飲食、喫煙及びカメラ、ビデオカメラなどによる撮影、録音は固くお断りいたします。お持ちのお客様は係員にお預けください。また携帯電話をお持ちのお客様はあらかじめ電源を切りくださいますようお願い申し上げます。場内では係員の指示に従ってください。係員の指示に従わず事故や怪我などにつながる危険な場合は公演を一時中断もしくは中止となる場合がございますのであらかじめご了承ください。本日客席内にネット配信用カメラが設置されております。客席が映り込む場合がございますがあらかじめご了承ください。なお開演中は場内の避難誘導灯を消灯いたします。お近くの非常口を今一度ご確認ください。それでは桜学院2015転入生オリエンテーションまもなく開演いたします。場内にてお待ちください。以上麻生まんゆでした。バイバイ。はい、どうもはい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さん、転入生オリエンテーションにご来場いただき誠にありがとうございます。そして、テレ朝動画をご覧の皆さん、ありがとうございます。桜学院担任森林でございます。よろしくお願いいたします。あら、皆さん。ねえ、いやいや、本当になんかものすごくね、待たせてしまったみたいで、こういろいろトラブルがありましてですね、まあ過去最大のこうちょっとね、お待たせした具合だと思うんですけれども、ただですね、その30分の間、まあ僕もね、袖にスタンバイしてるんですけど、まあまあそこからね、30分ずっとこう待ってたんですけど、その間ずっと転入生が喋り続けてるんですよ。特に年下の2人が。もうぐったりしちゃって、もう。いいですよ、気合は入ってます。皆さんね、30分遅れた分、ちょっと取り戻そうと気合は入ってるんですけど、磯野も同じ顔してました。ぐったりこれ。本当ね、思い返すと2011年なんですよ、の学院祭ここで行われたんですよ。はい、来た方います？いらっしゃった方、あ、すごいですね。そう、武藤彩美とかね、あんなそうそうたるメンバーで学院祭がここでやってたっていうのは成長しましたね、桜学院ね、これだいぶね。はい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 、そうなんですよ。当時はね、もう武藤がもう磯野に手を焼いてしょうがなかったみたいなことがあるんですけど、今それがね、磯野が下に手を焼くというですね、そんなこう伝統のね、手を焼くプレジャーでございますけれども、はい、ということでね、魔物が住んでると言われておりますが、今日は盛り上がっていきたいと思います。さあ、転入生オリエンテーションというのはね、もう簡単に、まあちょっと時間も経っちゃったんで簡単に説明しますと、転入生のことを分かってくださいとね、馴染んでちょっと応援していただきたいという、そういう機会でございます。はい、ではね、早速、今回の生徒たちを呼び込んでいきたいと思います。まずは磯野。はい、中等部3年生徒会長の磯野里奈です。昨日修学旅行から帰ってきたんですよ。ありがとうございます。京都なら行ったことあるよって方いますかね？
多いですね。いや、大体行ってるわ、お前。そうなんですか。お前より豊富だわ、皆さん経験は。はい、今日も元気いっぱいです。生配信を見てる方も会場にいる方も皆さんぜひ楽しんでいってください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続きまして、オーガ。はい、はい、皆さんいきますよ。せーの、グッドオーガニン。ありがとうございます。中等部3年教育委員長のオーガ関です。皆さんお久しぶりです。イエーイ。生配信中をご覧の皆さん、見えてますか？確認ね、ありがとうございます。はい、今日は転入生オリエンテーションということで、さっきも初心に帰って全力で楽しんじゃおうと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて、フラッシュバッ。はい。中等部2年の倉島さらです。初のオリエンテーションなので、ちょっと張り切って頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。続いて黒沢。はい、はい、中等部2年の黒沢美里奈です。今日も元気に頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。続いて麻生。はい、ショート部6年の麻生真彩です。今日も一生懸命頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして最後、吉田。はい、ショート部5年の吉田聖華です。今日は頑張るので応援よろしくお願いします。イエーイ。よろしくお願いします。さあ、じゃあみんなちょっと前の方にね、はい、出てもらいましょう。今日はね、転入生オリエンテーション、そうそうそう、また桜学院という自覚がないのかな。誰を呼んでるのか、ね、出ていただいて、はい、まあ、転入生オリエンテーション、まだみんな何をやるか、聞いてないと思いますけれども、はいはい、今日やることはですね、はい、この6人の体力測定でございます。おー、はいはいはい。こうね、もうあからさまに言いそうのが嫌な顔しましたけど、本当に体硬いかもしれないです。いやいや、硬いかどうかどうでもいいですよ。体力測定何があるかも分かりませんからね。もう吉田とかは体力自信ありそうですもんね。知ってるよ、そんなこと。明らかになさそうですけど、運動とかやってたの？やってます。やってます。例えば、例えば私スイミングをやってる。スイミング、さっきと一緒。私も一緒。すげえかぶせてきたね、はい、ライバル関係がね。まあ、今も言いました、黒沢は水泳一級というね。いや、違います。日本水泳で、ね、栄養系で一級です。めんどくせえわ、お前。そういうのあるのね。あるのね、はいはいはい、大事です。そこはやっぱちょっと体力に自信ある。そうですね、今日はもうバリバリ頑張りたいと思います。なるほどなるほどね、強気ですね。麻生とかはでもどうでしょう、全く未知数ですけど。まあ、いや、ダンスと水泳、あ、水泳はもともとやってたんですよ。で、1級合格したんですよ。あらあらあら、すごいですよね。それは何の水泳1級、何の水泳1級。ちょ、黒沢機長確認してみて。何の1級ですか。普通の習い事の1級。あー、見下した。すげー見下してきた。上から来た。あと、前も言ったんですけど、テニスを習ってます。なるほどなるほど。じゃあちょっとみんなね、それぞれ運動経験があるんじゃないかと。ねえ、どうかやばいし、衰えてる。いやいや、もう中3で衰えてる発言やめてもらっていいですか。ねえ、衰え始めた時になんで体力測定なんですか。ちょうど衰え始めたんだ、お前。お前何があったんだ最近ね。はい、ということでございまして、ただですね、ちょっと今日はチーム戦という形で、在校生1人と転入生1人でペアを組んでもらおうかと思っております。はい、じゃあ発表しますよ。はい、1組目、磯野と黒沢。はい、はい、じゃあ並んでください。いいかもしれない。もうだいぶね、でかさで言ったらなんかね、戦力偏ってますけど。続いて、オーガ麻生。はい、オーガ。そして最後、倉島吉田という。はい、はい、ちょ倉島よ。はい、お前とんでもないなんかミソッカスみたいな預けられたよ。もう今そういう言葉で言うかわかんないですけど、どうですか、吉田とペアは、倉島は。
ちょっと心配ですけど、頑張ります。でも倉島は結構スポーツはどうですか？習ってはないですけど得意ですね。ねえ、足速いみたいなことをやたらドヤ顔で言ってましたもんね。はい、じゃあぜひちょっと吉田の分もカバーして、在校生はみんな転入生をカバーして頑張ってくださいよ。はい、はい、大丈夫です。さあ、じゃあこういうねチームになりましたけど、早速ですけど、はいはい、じゃあチーム名とかチームごとに意気込みをお願いしましょうか。はい、はい、じゃあ磯野と 黒沢チーム、はい、はい、チーム名発表してください。はい、We are天才。よしよしよし。はい、皆さんのイエーの疲れてることね、また天才噛むのかとね。いや違いますよ。ないないない、ミレナちゃんは天才テレビでやってたじゃないですか。あ、そういうことね。天才で、二人とも天才なんですよ。おー、かけたのね。いや、黒沢の天才はオフィシャルだけど、お前アンオフィシャルだろ、お前。磯野の天才はな。はい、じゃあそのチーム天才。はい、さあ続いて、はい、チーム爆弾は。ねえ、爆弾もっといい名前考えたのね。考えた、考えた。はいはいはい。せーの。サマーベーニングです。みんなにハテナマーク。しかもなんなら麻生にもハテナマークあったね。同じチーム。何何何、もう一回もう一回。サマー何？サマーベーニング。サマーベーニング。さっきの佐藤マーヤの間でサマーサマーで紅生姜ベーベーニングとオーガニング。はいはい、ベーニング。なるほどなるほど。頭いいな。略してじゃ爆弾と呼ばせてもらいます。ちょっとマヤちゃんも ね、そっち系かもしれないもんね。危険な匂いがすごいんでね。まあまあでもなるべく覚えます。サマーベーニングね。はい、サマーベーニング。さあそしてじゃあ倉島チームはどうします？どうしましょう。あ、じゃあさっきのでいい。何さっきのなんかいい感じのもう一回組んだことあるの？いや、なんかちょっとレモン好きだからこけしでみたいな。あ、こけしで、はい、なんでしょう。せーの、こさっきなんかレモン好きでしたじゃん。せーの、レモン&こけしです。なんだろう、なんだろう。二人ともなんか小学校低学年なのなんだろう。すごいたどたどしいですけど、じゃあこけし&レモンね。はい、あ、間違えた、違うだけ。レモン&こけし、どっち？レモン&、まあまあどっちでもいいや。レモン&こけしね。はいはい、わかりました。というじゃあ3チームで皆さんね、はい、ポイントを競い合っていただきたいんですけども、はい、まずは小手調べというかちょっと皆さんのね、はい、ちょっと調べたいことがございます。最初、はい、種目をやるのはこちらです。身長測定、まあ、こちらはね対決ではないんですけれども、あの今までほら、あの4月皆さん測っていろいろ公式プロフィールにはですね、あの数値が出てるんですけども、まあ、サバ読んでるやついるんじゃねえかみたいな、いろいろ怪しかったりとか、ね、逆にすごい伸びてるやつがいるかもしれないということで、今日は正式にこの場で測ったのが、まあ、これからプロフィールに載るという。はいはい、皆さんちょっとねちゃんとね背伸びとかチェックしてくださいよ、本当その辺はね。はい、という形でやりたいと思います。はい、ちなみに現在載ってる公式プロフィールの身長がこちら。ちょっと見えるかな皆さん、ちょっとだけずれてもらって、はい、まあ、吉田がやっぱ小さくて142センチ、うん、ね、麻生148で、黒沢と大賀が同じですね今、え150、あれ早くもちょっとここで波乱がありそうな。いや抜かしてるかもよ。いやいやいや、私の方が大きいですよ。分かんない。相変わらず爆弾集合しましたけど大丈夫ですか？いやいや大丈夫ですよ。ねえ、黒沢が困った顔してましたけど。いや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 、ねえねえ、浦島が156で磯野が165センチと大きい。一人ね、ちょっとそんな高く見えない。見えろよ。お前は小さく見えてるんだから。はい、ちなみにね、あの全国平均がこちらなんですよ。出ますかね。はい、それで言うと、え、全然高いじゃん。そうなんです。あの平均を下回ってるのは大賀と黒沢だけ。え、仲間仲間。いやいや、どうしようどうしよう。学年違うからね、学年違うからね。大賀だいぶ下回ってますよ、6センチぐらい。だってそういう人もいるじゃないですか。時期があるからね、成長の時期がね。高校生になったら伸びるタイプなので。あ、そうなんですね。自分でね、まあ、止まってるタイプだと思いますけれども。はい、じゃあこの形で皆さんが小さい子から、ここに書いてある小さい順から測ってみましょうか。はい、はいはい、じゃあちょっとさあ身長いいですね。めっちゃ学校にあるやつ。本格的、すごい本格ね。でもこういうのって学校によってなんか違う。
あ、そう、センチが、そう、バンコク共通です。お前とこだけなんかちっちゃいのがないです。なんか違うよね。なんかすっごい押してくる先生とかいない。わかるわかる。なんかお団子で大きくしようとしてもブニャーみたいな。お前が悪いだろ。お団子で大きくさせようとしてる時点ダメダメ。はい、じゃあ吉田から行こうか。はい、はい、さあさあさあ、じゃあね、靴も脱いで。お、いやー、皆さん謎イベント感が強まってきました、これ。なんかねえ、昨日はヤフオクドームですごい総選挙の後に今日はこっちで身長測定を見るというねえ、桜学院は平和ですね、今日もね、なんかね、はいはい、じゃあ吉田からいきましょう。はい、じゃあ身長を測りましょう。はい、ざっとこれ結構押しますよ。こんぐらいいこうかな。はい、出ました、発表します。 143.5。 おーい、ちょっと伸びたすごい。 1.5 センチ伸びました。どうどう、自分でも嬉しいの？嬉しい？嬉しいです。嬉しい。なんかでもすごい伸びた感じするんだよね。まだ伸びてんだ、成長してる。今日だけ縮んじゃったのかな、どうしたのかな。1ポイントダメだねえ。はい、じゃあ続いてはじゃあ麻生行こうか。麻生はね、はい、148.5。 ここら辺でちょっと波乱を起こしてほしいですね。はい、さあお団子疑惑のある麻生でございますけれども、はい、早くもサバを読もうとするんじゃないお前。はいはい、あげましょうか、一回あげましょうかね。はい、じゃあいきますよ。はい、さあこれちょっとこのこれズルしてないのこれ。はい、お、発表します。150センチ。おお、ジャスト、150センチですよ。150センチ、どうしようどうしよう、ジャスト 150.0。 これ今の段階ではもうちょっと大きいよ。いやいや違うでしょ。それでも納得いってないの。もうちょっと大きいの本当は。今縮んじゃったのかな。縮んじゃった。よく言います。小学生って感じしますね、この辺がね。言いますよね、こういうことね。はいはい、じゃあ続いて、じゃあこれでいくと黒沢行こうか。あ、はいはい、さあさあさあ、黒沢もだいぶね、中2ですから、転入生とはいえ中学2年生ですね。え、そこら辺はちょっと天才、天才というから、ね、ちょっとここは、はい、はい、行きましょう。お、え、なんかお前さ、ヒール履いてたぐらい縮まってない、なんか。いやいやいや、ちょっとこれが高いかもしれない。怪しいなお前。行きましょう、黒沢。ええええええ 148.5センチ。やった、出た出た、お前待ってよ。え、学校で本当に測ったのが150センチだったんですよ。いや嘘、お前あれ、お前背伸びタイプ。違う違う、本当に150センチでした。でお前そういうとこベテランだな、お前。いや本当に、でももう一回やってみる、大丈夫。でも本当にそうよ、縮んでたよ、縮んでたよ。お前これにケチつけんのやめろ。これにケチつけんの、そんな。リアルショ、リアルショック。あそこの表記逆ですからね。だから黒沢と麻生のあそこの表記逆ですから、ね、いやそんなもん。さあ続いて、ね、はい、じゃあ王が行こうか。王が、待って待って、王がやばい、これちょっとやばい身長系かもしれないから。やだ、そうですよ本当に。なんかもしかして人によって見分けるかもしれない。どういうこと、人によってこいつ小さくしとこうみたいな。もう今の時点でちょっと危うかったぜお前。やだ、なんか余ってたけど。行きましょうオーガ。はい、こんな。お、やっぱ来ましたよオーガさん。やっぱ来ました、やっぱ。やっぱ高い、148.4。 やったー、やったー。ありえない、やありえない。すごい、今日調子悪い。えー、これあの8時、夜中の8時。ちゃ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 、夜中の8時じゃ、30分しか押してないから。夜中の8時じゃねえわ。やった、勝った。いやすごいですね、これだってあれだよ、成長期限定ユニットだから君らやばいよ、まあ、あの縮小期はダメですよ。で本当に、でも、うん、学校の先生がちゃんと真面目に測ってくれたんですよ。学校の先生じゃなくて俺のが正しいんです、ここはね。学校の先生も優しいんです、きっと。はい、じゃあ続いて黒倉島。はい、ちょっとまたムカついてる。ひどい、ひどい、かわいそう。これ先言っときます、年間あと5回やります、これ多分。もう黒沢と倉島がもう、もう嫌がらせというぐらいの名字で来てますから。お前大丈夫。まず違う測定やんなよお前。何かこう背骨がちゃんとまっすぐかどうかとか。はい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 、倉島行きましょう。はい、倉島こそね、はいはいはい、
ちょっと傾いてるのかな、うん、お、行きましょう。倉島の身長 155.9。 待って縮んでます。1ミリ縮んでます。縮んでる。あれ157.2 だったんですか。ちょ待って、何、ね、いくつだったの。 157.2 センチだったんです、この前。この前縮んじゃったね、これ。すごいね、これ。俺間違ってないよね、これ。赤いラインだもんね、これ。合ってる、ね、見て、自分でも。嘘だ。いや、あげんなよ、今。嘘だーっつるってあげたね、もう。なかなかの作詞。はいはいはい。じゃあ、磯野さん、はい、これ間違ってないってことを証明してくださいよ、これは。いや、でも多分伸びてると思います、これ。この時からさらに？この時嘘だったんで。ちょ何それ。それ普通さ、謝罪会見とかするよ、お前。嘘ついてましたみたいなの。あっさり言ったな、お前。いきますか。お前こそ団子疑惑ありますけど、はい、みんなピッとね、ちゃんと背中つけて。いきますよ。お、え、本当？ちょっと、え、何？いいですか？いいですか？発表します。163.6。やばい。縮んでんじゃねえか、お前。違う、縮んでんじゃなくて、これが嘘なんですよ。何なんだよ。165が嘘のプロフィール載せるってどういうことなんだよ。いや、なんかちょっと持っときたくて、嘘ついて送ったんです、先生に。いいな、お前、食ったくなくてな。すごいですね、自分の嘘を認めましたけども、はい、ということで、身長はこれが新しいね、公式プロフィールです。じゃあ縮むんですか。はい、縮むんですか、プロフィール。はい、縮みます。だから、やったー、中3に勝った。そうです、麻生がだから抜きました。さあ、ここ2人抜きました。違う、だって違う、本当、本当に違う。いやいや、身長のね、これの誤差があったとしても実際抜いてますから。絶対149は言ってた。いやいやいや、だってさ、すでにさ、王がちょっとその3人の中でちょっと低いもん。ほら、確かに伸びしろ大きい。もうやだ。なんで。ねえ、なかなかこの身長バトル熱くなってまいりましたけれどもね。はい、ということで、まあ、こちらポイント関係ないんで、これ皆さん覚えておいてください。でもしね、公式プロフィールに変わってたら、またサバ読んだなと思いながら見ていただきたいと思います。じゃあ以上、身長測定でございました。はい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 、ねえ、こんなに波乱があると思いませんでしたけど。本当ですよ。はい、では早速ここからはですね、皆さん、はい、ペアで対決形式で、お送りしていきたいと思います。対決でお送りする最初の種目はこちら。あ、はい、あ、はい、これ読めますか。これ倉島読んでください。これなんていう種目ですか、倉島さん。倉島さん、読んでください。倉島さん、退場体退場体、なんか、うん、あの前もありますよね、なんか、はい、あの体体センター。もう吉田教えてあげて、チームメイトに。何これ。分かりません。分かりません。正直でよろしい。ねえ、今日は学力テストじゃないんですけども、皆さんのバカが露呈したところで、こちらですね。はい、じゃあ王が教えて。立位体前屈。はい。立位体前屈。言えた言えた、よかったよかった。ね、これはあの自分の体の柔らかさを。競い合う種目でございます。それぞれのチームごとの、個人記録のポイントを足しまして、それで順位を決めたいと思います。で、1位のチームには2ポイント、2位のチームには1ポイント、3位のチームには0ポイント、そういうチーム戦で行っていきたいと思いますけれども、じゃあこれまず、これは在校生からいこうか。はい、ね、じゃあ磯野から。え、これって若い人の方がなんか柔らかいとかありますよね。あ、そうじゃん。お前も若いだろ、もうみんな。まあ確かにね、小さい子の方が柔らかいという説ありますけども、でもやっぱダンスとかもやってんだから。いやー、そこは。これも靴脱ぎますかね。脱いだ方がいいかな。はい、脱いだ方が、はい、もう自分のね、体自分よりどれだけ低く下に行けるかというね。さあ、注目しましょう。お願いします。磯野さん、どうぞ。これ押すんですか。あ、バレちゃいました。それ押すんです。あの、すいません、押さないパターン期待してたんですけど。はい、本当にいかないんですけど、はい、会長失敗パターンをね、期待してたんです。嘘でしょ。嘘嘘でしょ。嘘でしょ。頑張れ。さあ、頑張れ。リビ大前屈、磯野の記憶マイナス 6.5 センチ。
やひどいよ。これだって俺でも行くもん普通に。やめてください。まあ濁る、趣旨が濁るからそこは。俺がやったおじさんの率に大前屈見せさせられて皆さん。濁した濁した。どうしたらいいんだよ本当に。じゃあじゃあ続いて、じゃあ王が行こうか。はい、頑張る。ねえ、これは中3対決でぜひとも。いやあ。あ、して軽く屈伸して、はい、靴で乗る、早速。全然聞いていない。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、行きましょう。頑張れ、頑張って、いけそう、頑張るよ。うん、どうやったね。行きます。おー、すごい、すごい、やらたい。お、結構いってる、結構いってる。これ腕の長さじゃん。違う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 。お前だってだいぶ長いだろうが、お前。はい、じゃあ記録は、15.5センチ。すごい、いける。やった。ちょっと、いったいった。この時点で22センチ差ってどうすんだよ、お前。これ黒沢のプレッシャー半端ないよ。いやー、もう頑張ります。よし、じゃあ倉島行こうか。はい、はい。いや、なんかいいです、ね、これあの声出すとなんか行くみたいなありますよね。いや、ありませんよ、これ。そうだ、そうなの、あるの。じゃあちなみにお前何を言う、何の声出す。なんかニャーって言うと言い出す。ニャーって言うと言い出す。ちょっとじゃあ分かんないけど、ニャーニャー以外で、ニャー以外で。ニャー以外。あ、ごめんごめん、戻し、戻してね。はいはい。好きな食べ物とか。アボカド好きな食べ物。アボカド。まあいいです、何でもいいです、ニャーでもいいです。行きましょう。さあ、倉島の立位大前屈どうぞ。それ声出してないよね。え、すごい、すごい。おお、いたいた、さらに。なんか今爪をうまく利用したね。爪の長さでいったね。はい、ということで 17.5 センチ。すごい、すごい。まさかね、あんだけ声出すって言っといて、ふって言うとは思いませんでしたね。好きな将棋の駒を言ったのかな、何なんでしょうね。はい、じゃあ続きまして、じゃあ転入生の出番ですね。さあ、黒沢。はい、本当に頼むよ、お前。え、本当に頑張って。これ勝負になんないから。頑張ります。頑張ろう。お前、やべえやつとペアになっちまったな。いやー、そうだな。いやー、はい、頑張ります。はいはい、でも 黒沢もそう、さっきから自信満々だからさ、うん、大丈夫です、ね、大丈夫です。はい、頑張ります。やっぱほろ、ね、クロールするときにやっぱり柔らかさとか必要でしょ。そうです、ね、そう思ってないね、絶対。ちゃんと合わせてくれるんだな、お前は。合わせました。じゃあ黒沢の立位大前屈、はい、スタート。よいしょ。おー、いたいたいた。待って、いけ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 。それぐらいで、ということで12センチ。でも10センチ超えた。まあね、まあね、一応勝負にはなったね、はい、ただお前よいしょはちょっとおばさんかも。いや、ちょっともうお前、はい、本当中身もベテランなんじゃないの。分かんないけど。いや、もう、はいはいはい、返事しちゃったよ。ベテラン認めちゃいましたけど。さあ、続いてじゃあ麻生行きましょうか。はい、はい、麻生ね、これいいトップ争いですから。お前がマイナスとか出すとちょっとこれやばいですよね。大丈夫だよ、頑張って、頑張って、頑張って。さあさあさあ、体重計じゃないよそこね。あ、戻しましょう、毎回ね。はい、行きましょう。じゃあ麻生の立位大前屈です、どうぞ。いける。お、いけ。お、いいんじゃない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 。なんか片手ドーピング疑惑あるけど、片手ドーピング疑惑あるけど。ずらした、ずらした。ということで16センチ。イエーイ、すごい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 、オーガーを超えた。来たよ。だからだいぶ傾いてましたね。片手ずる。いやいやいや、片手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 を。だからいいんだよ、小6だから。オーガルール、オーガスルール、小6だったらいい。小6だったらいい。そうだな、だったらいい。お前も散々ちっちゃい時ひいきされたもんな、お前な。そうだよ、ひいきされていいんだよ。どういう教えなんだよ、教育委員長。ひいきされていいんだよ。あ、やばい。はい、さあ、そして吉田。はい、行きましょう。ね、吉田不安ですよ。今そのままね、折れてね、ないね、半分になっちゃうんじゃないかっていうね。そのまま絵本の世界に入ってっちゃうんじゃないかっていう気がしますけれども。でも、そうよ、体柔らかいから。柔らかいんですね。柔らかいの？柔らかいです。前評判はね。お前、じゃあちょっともう異次元の世界にの見せてくれば、レベルの違いを。さあ、じゃあ吉田の立位大前屈です。どうぞ。頑張れ。レモン。おお、おお、おお、14。頑張って。レモン、レモン。さあ、何センチでしょうか。はい、さあ16センチ。いやー、すごい。あー、イエーイ。は
はい、惜しい惜しい、でもね、うん、さあということで合計を見てみましょう。磯野黒沢が 5.5、 そしてコウが麻生が、大丈夫ですか計算間違ってますよ先生いじれませんよあの子たちよ先生、31.5、 そして倉島吉田です。間違えすぎた、ごめんなさいとしか言えません。 33.5cm ということで、倉島吉田ペア優勝。いやはい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 、ただねこれです倉島さん、はい、ねえふって言ったやつで、はい、ねえ一番良かった。逆に吉田はね、なんかなんでレモンって言ったら短くて普通にやったらもう16やったので、ね、倉島のアドバイス台無しということでございましたけどもということで、2ポイント倉島チーム、チームこけしレモンには2ポイント、レモンこけしには2ポイントそして、チームの、忘れたのには、1ポイント何でしたっけ、サマーベーニング、サマーベーニングに1ポイント、ね、でチーム天才は0ポイントはい、ことになっております。さあさあまだまだ分かりませんから、はい、はい、さあということで以上立位大前屈のコーナーでございました。イエーイ。さあさあさあ勝負はここからでございます。さあ行きましょう。続いての種目はこちら、腕相撲対決。こちらはね、まあ、分かっての皆さんご存知の通り腕相撲で対決するんですけれども、今回はトーナメント制でいきたいと思います。そして個人戦です。1位になった人が2ポイント、2位になった人が1ポイント、なのでチームに3ポイント入る可能性もあります。あ、そして対戦表こちらです。はい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 、はい、こちらが対戦表でございます。すごいマッチメイクですねこれね。ここのマッチメイクすごいですね。あ、そういうことか。あ、びっくりした。これはすごい意地悪な人が考えましたねこれね。じゃああれじゃないですか。だから、ね、オーガと黒沢はほらちょっとさ、あの強そうなんじゃないですか。シードえ、サラちゃんの方が強そうじゃん。いやいやもう、いや倉島はもうここから這い上がるパターンですよ。あ、お前がだから漫画でいう主人公みたいなとこなんじゃない、ここは。やだ、1回戦ここからさ這い上がっていくみたいなさ。通させない、通させない、通させない。王が悪役になるの、通させない。そうでも逆に麻生とかを、そうここにいる4人はもうみんなこう主人公ポジションだから封じ込める。悪役悪役、あの勉強ばっかしてるなんか悪い高校、悪い高校あるでしょ、なんかデータばっかり頼る悪い授業抜け出してみたいな。授業抜け出すとかじゃないデータ重視っていうのは授業は抜け出さない。はい、ごめんなさいいいですよ。さあということでこの対戦でいきたいと思います、はい、じゃあ1回戦は麻生 vs 倉島でいきましょう。はい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 、まやちゃん意外に強いんですよ。ちょっとこれ麻生が ね、ちょっとじゃああの倉島に一言バシッと言ってやって。絶対勝つね勝っても恨まないでね大丈夫。おおおかっこいい。倉島も倉島も言い返してやれよ。まあアイスをアイス取っちゃうからどうすると勝ったらアイスを奢ってもらおうかなって思ったんだけど、取っちゃうから、やっぱり何でも優しいな優しい、ありがとう本当にね、じゃあアイスを、ね、はい、じゃあ行きましょう。さあ頑張っていきましょう。できるよ。さあじゃあちょっと誰かさ、真ん中手持ってあげて。で、はい、待ってなんちゅうか細いレフリーなんだもんそこ山本小鉄さんとかやるとこなのによでもちょっと合ってる、合ってます、この雰囲気合ってます。学校って感じしますねこれね、机も含めて学校って感じします。では行きましょう、レディーゴー。頑張れ、もういけ、おすごい、いい勝負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 、いけ、クラッシュもかっこいい、あいったー、すごい、かっこいい、すごいすごい、やるじゃん。どう、麻生どう、クラッシュはどうだった。強い、強かった全然手加減してくれなかったな。もうちょっとやってくれないいやいやいや、どう倉島はどうだった、麻生は肘の皮が肘のカーブがそんなに本気になってたの強いですよ、ね、本当に、ね、あ、やばい、ね、結構認めるねえ、まあ、次やったら絶対勝てる、次やったら絶対勝てるってないや、そういうもんじゃないでしょ、次やったら、ね
ね、いつかじゃあ個人的にリベンジしてそうです、ね、アイス買ってもらってください。はい、ね、はい、に書いちゃう、あ、はい、書いちゃう、うん、何何お前何お前の教育何さっきから、ね、だから勝ったら西に書いちゃえっていう、あ、勝ったらね西に書いてというね、はいはい、確かにそれはじゃあ報告してください、ね、はい、はい、ということで1回戦倉島勝利。イエーイ。さあそして続いてはすごいですよ、世紀のね、世紀の番狂わせがあるかもしれない。さあ磯野 VS 吉田でございます。おー、頑張れ頑張れ、さよすごい、頑張れ頑張って待っていや磯野なんでお前ちょっと顔が硬いんだお前。いやなんか手に力入んないかもしんない。え、どういうことどういうこと、折っちゃうかも。え、折っちゃうかも。転入生をここで生徒会長が潰すと。いやめてやめて。なるほどなるほど、吉田潰し折っちゃうかもって言われる、どうする。やだいやでも本当に折られるかもしれない。やだ、ちょっとお願いしたら折らないでってお願いして、やだ。あ、なんだなんだ、吉田の中の変なやつ出てきましたけど。吉田はどうなん、自信はないです。自信ない。え、じゃあこれちょっと力こぶとか見せ直線じゃん。何にもねえじゃねえか直線まあさどうする、あのいいよ両手とか。え、ダメです。いいじゃん。厳しい両手とかダメ。ダメです。そこはもう証拠だよ。ダメです。もう階級が違うんだよ。そんなことされたことないんで。ダメです。確かにな、お前のことはひいきしたことなかったわ俺。ごめんな。よし、じゃあ吉田頑張ろう自分の力で。おー、来た、はい、頑張れ。前髪を吹いて気合い入れてますけど、はい。鼻息。鼻息。吉田の中からなんか出てきましたけども。もう絶対負ける。いやいやいや、負けない負けない勝つ。モチベーションモチベーション、ね、大丈夫。頑張って。うん。あ、受けて。さあ行きましょう。では構えて、じゃあ倉島レフリー行こうか。はい。ここ机持って大丈夫だよ。机持っていいと。持って大丈夫です。待って、もう力が入れすぎて。行くよ。待って、ね、なんかずれてない。おお、お前結構ストイックだな、レフリーな。頑張れ。倉島、頑張れ。最初ちょっとピュッて押してもいいから。え、ダメダメ。ピュッて押してもいいから。力お願いね。さあ行きましょう。磯野対吉田。頑張れ。レディーゴー。頑張れ。立て立て、ほらほらほらやめろやめろや、ほんまにできる。ちょっと待って、マジで、あの最初こっち行ったんですよ。それでやばいって思って、スーちゃんまさか強いなって思って、やったら弱かった。お前よ飛ぶんじゃないよ体ごとお前。すごい職員室ヒヤヒヤさせんじゃないよお前。びっくりした、飛んだ。俺腕相撲であんな飛んでくやつ初めて見たよ。びっくりした。びっくりびっくり。完全にアニメの負け方だもんね俺ね。アニメのやつがストーブみたいな負け方だよね。はい、ということで勝者磯野。イエーイ。いやー面白いね、面白い面白い。さあここからちょっとね試合が本格化してきますけれども、熱くなるぜ、はい、さあ黒沢 VS 倉島でございます。頑張って頑張って頑張って、はいはいはい、黒沢ね、中二ずっと、あ、これ中二対決だよ。中二対決、これはちょっと闘志燃やしてガツンと言っとこうぜ。倉島、黒沢にガツンと言っとけ。同級生だからってね、ちょっと手加減はしないからね。うん、同級生だからしないんだろうな多分な。年下だからってとか言うなら分かるけど、同級生だから普通にやろう。よしよしよし、そう、じゃあ黒沢いけ。できるだけ頑張ります。なんだなんだあいつ、頑張ろう。スポーツマンシップにのっとってる感じ。さあ行きましょう、じゃあ倉島 VS 黒沢ね。あ、レフリー来ましたね。レフリーダメージ残ってない、ダメージは。なるほど、レフリーけ足とか折れてないですよね。大丈夫です。さっきの戦いで。よし、お、お互いポーズがかっこいい。それでは行きましょう。レディー、ゴー。おー、頑張れ頑張れ頑張れ。皆さん声出して応援してください。うわー。すごい。倉島勝利。強い。強い。イエーイ。超黒沢どうだった、倉島の感じは。本当に手加減なかったです。いや本当だ。転入生に花持たせてくんなかった。あいつガチだった。ガチでした。あいつガチだった。倉島どうだった、黒沢やってみて。余裕ですねやっぱ。わあマジか、なんかまやちゃんやった後だと、うん、大
丈夫。あ、麻生の方が強く感じたってこと？強かった。じゃあミレナちゃんと言ったら多分前が勝つね。いやいや、いちいち言わなくていいよ。あいつ結構意地悪いぞ、あいつ。え、でも前が勝つんだよ。いやいやいや、ダダッコお嬢様キャラみたいなやつが出たと思って。そういう感じになっちゃうぞ、はい、お前すんの。あー悔しい。さあ悔しいでございますけれども、さあそしてここは磯野とオーガの対決です。どうぞ頑張って。本当にこれはもう中3同士、中3だ。中3頑張ります。ねえ、なんでこんな拍手が少ないんでしょうか。俺はこの中3同士の戦い、皆さんあとこれもうちょっとやってる時もね、白熱した感じでオーガオーガとか、はいはい、ねえ、うん、天才天才とか、あの生配信のご覧の皆さんもお前だいぶ上から言ってたな今下から下から下から。じゃあ磯野、まずもう同学年のオーガにバシッと一言お願いします。やっぱちょっと何なんだなんだこれオーガが超オーガなりの挑発、分かりづらいけど、なんか腕相撲強い子はちょっと可愛くないから弱くした方がいいよ大人な作戦に出ましたよ精神的に削ってきましたけども、オーガ言ってやれ。手汗に耐えて。緊張して手汗がすごいんですよ。手汗に書いてって言った、なんか手汗に耐えてって言った。え、何何、ごめんなさい、これだけ通訳いますか、オーガさんの。耐えて手汗に耐えて、通訳の方ですね。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。倉島さん、手汗に耐えてというね、謎のメッセージを残したということですかね。できるできるできる、絶対勝って。本当に頑張ってる、頑張って、本当に頑張って。そうだね、チーム戦もありますから、ここ、はい、オーガやばいじゃん、うちら。そうですよ、黒沢負けてますからね。頑張って頑張って。では行きましょう。頑張れる。よし、じゃあ、おー来た来た、レフリー、レフリー、ちびっこレフリーが来ました。じゃあ、吉田お前レディーゴーって言っていいよ。それも嫌なの、それもできない、はい、言ってください。わかりました、すいません。行きましょう。早く早くごめんね、これなんか吉田ウェーブがまだ波、なね、ね、あったからね。はいはい、行きましょう、レディー、ゴー！頑張れ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 。ずっと前、2年前ぐらいにやった腕相撲対決でも、はい、ショートオブで1位だったりとかね。そうなんです。してラウちゃんに、飯田ラウラちゃんに負けちゃったんですけど、そう、飯田しか勝てなかったんだよ、オーガにね。もう磯野が早めに戻りすぎだろうがどうだったの、オーガは。いや、痛いです。痛かった、はい、結構なんか最初ゴリって言って何、どういうこと。そう、さっきゴリってとか、大丈夫かなと思って。え、オーガは何も、肘を折れたままで戦ってたの、お前は。大丈夫、折れるなんてもう序の口っていうか。すごいな、もう筋肉マンみたいな、お前な。ワイドワイド。すごい、じゃあオーガが決勝、はい、さあそれでは行きましょう。決勝は倉島 VS オーガ、どうぞ。やばい、お願い、お願い。強いんだな、これが。はいはいはい、それが強いんだ。あー、もうそろそろ。じゃあこれちょっと一人ずつ意気込み言っていただきたい。じゃあ倉島から行こうか。あの、さきちゃんとね、腕相撲したとき負けたことないから。えっ、あっ、えっ、ないよね、やったことある。あ、やったことある。そうなんですね。ああ、さあ、おー、これでも、でも、うん、やっぱ中3なので、うん、ここでバシッと王者を狙います。王者を狙います。王者を狙います。よし、王者を狙います。さあ、ということで、まあまあちょっと本番に強いっていうこともあるからね。そうですね、はい、でいつも決めてるかもしれない。あ、そっか、かもなんだ。かもかもかも。なるほどなるほど、言い訳合戦が始まりましたけども。じゃあいいですか、レフリー。足がやばい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 。私も緊張してきた。マックス吉田緊張してんの。はい、吉田、レディーゴー言ってよ、最後決勝戦。いやいや決勝戦言って言って、レディーゴー。さあ来た、頑張って。さあ、ここが終わりだ。すごい、すごい、いける、いける、いける、さあさあ、いける、押し押し押し、おー、いけるか、いけるか、いける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 、わー、頑張れ、すごい、やばい、これは、わー、すごい、すげー、ごめん、ごめん、大丈夫。ということで、ウィナー、大ヶ崎。
やいやいや、ちょっと落ち着いて、何すごい。ちょっと言ってください。長い戦いでしたね。さっき負けると思ってた、本当に。いつも実は本気で戦ってさらに負けてたんですよ、今までね。だから本気に負けるかと思ってた。今日はどうして勝ってたんだろうね。何が？涙ぐんでるの。本当に頑張ったんだな、お前。びっくりした。さあ、強い。お前の方が強かったっすね、今は。倉島はどうだったよ、オーガさん。めっちゃ、大丈夫？真っ赤か真っ赤か。真っ赤か。真っ赤か真っ赤かじゃねえんだろ。爆笑してんだろ。楽しそう。はい、ということで、優勝はオーガ、そして2位は倉島です。イエーイ、すごい、やった。ああ、白熱しましたね。いやいや、オーガが意地を見せたね。どうしよう、今やったらラウちゃんに勝てるかな。ああ、それも個人的、それこそブログでアップしておいてください。 それ勝手に戦って。でもさきちゃんにお前が勝つから大丈夫。なんだお前は。お前一番最初に負けただろう。相性的には。今度ね、今度ね、うん、今度やろうね。じゃあ優しいな、意外と。甘やかし委員長じゃねえか。